トイレの紙がないときは新聞紙で代用できます。はい、こんにちは、八野です。ティッシュペーパーとかトイレットペーパー買えない状況が続いてて、まあ、皆さん困ってますよね。で、我が家でもですね、家族が4人いますので、結構ね、もともと買い溜めしてなかったので、そろそろやばいかなと思って、どうしようかなと思ってます。はい、でそんな時にですね、いろいろ考えた時に昔のことをちょっとね思い出しまして、親のね実家に行った時にね、でトイレに、まあ、行ったところですね、まあ、昔はトイレットペーパーというよりももうちり紙でしたよね。でちり紙の代わりにあるものがね置いてありました。でそれが何かっていうと新聞紙でしたね。で新聞紙ねなんですけれども、昔はですね、トイレットペーパーちり紙の代わりに新聞紙を使って、まあね、お尻を拭いていたという時代がありました。まあね、どの家庭でもっていうとちょっとわからないですけれども、まあね、昭和そうですね、40年とか30年以前生まれた、まあ、おじいちゃんとかね、あの世代だと、まあ、ご存知の方多いと思うんですけれども、逆にね平成生まれの方だと、まあ、なかなかわからないかなと思うので、今回はですね、トイレットペーパーね、ちり紙の代わりに、新聞紙でどうやってねあのお尻を拭けばいいかということについてね、動画を撮ってあの解説していきたいと思いますけれども、まずですね、用意してほしいのが新聞紙ですね。で今ですね、なかなかこう新聞を撮ってる家自体も少ないのかなと思いますので、まあ、新聞紙じゃなくてもですね、あの紙ですね、あのわらばんしとかがねあればいいんですけど、またわらばんしっていうのもね今の時代だとなかなか手に入りにくいっていうのもあるんですけど、まあね、あの A4 の紙ですね、小学校とか中学校とかだと、まあ、こういう紙配られると思うんですけれども、まあ、そういったね紙とかね、あの準備していただいて、まあ、適当だね、これくらいね、新聞だとまあ4分の1くらいに切っていただいて、 A4 のサイズだったらそのままでもいいですし、まあね、半分に切っていただいてもいいですし、その紙をまず準備してくださいと。でじゃあね、どうやってその、ね、トイレのトイレットペーパーの紙として使うかというとですね、まあ、普通にね、あの紙このまま紙の状態だと硬くてね、なかなかこう拭きにくいと思いますので、まあ、どうやってやるかっていうと、まあ、これをね、こう、くしゃっとします。はい。くしゃっと潰して、その後ですね、ちょっと開いてもらって、またね、あと、くしゅくしゅ、こんな感じで揉んでもらいます。で、こうするとね、くしゃってなってね、ちょっとね、柔らかくなって、これでね、あの、お尻拭きやすくなったと思いますので、これで、ね、トイレットペーパーの代わりに代用してみてください。で使用した紙はですね、水洗トイレには流さずに、汚物ゴミとしてね、分別してゴミとしてね捨ててください。で自治体によってね、あのルールが決まってると思いますので、必ずね自治体のそのゴミ出しルールに従って、ね、汚物ゴミとして出していただくのがいいかと思います。でね、こういったね災害とか、あと疫病の蔓延とかね、まあ、こういった時にはですね、結構やっぱりねデマが流れやすいそうなので、まあね、皆さんこうねデマ情報に踊らされずにですね、こういう時こそ落ち着いて行動しましょう。ティッシュペーパーとか、あとはトイレットペーパーとか、まあ、そういったものはね国産がほとんどだということですので、まあ、1週間とか2週間くらいね頑張って乗り切れば、そのうちね買えるようになると思いますので、それまでねなんとかね耐えていきましょう。嘘ばっかりついてる政府が言うとね、なかなか信憑性に欠けて、まあ、説得力がないんですけれども、まあね、1週間2週間くらいはね、まあ、多少不便でもね、こういう昔やっていたねやり方で、まあ、なんとかね、乗り切っていただきたいなと思います。特にですね、まあ、最近皆さんねウォシュレットだと思いますのでね、結構ウォシュレットだけでかなりね綺麗になって、あとはね水分をちょっと拭くだけだと思いますので、そんなにね紙も使わないのかなと思います。ただね、どうしてもね紙が必要だという方もいらっしゃると思うんですけれどもね、まあ、そういう方こそねもう必死になってねスーパーマーケットこう渡り歩くよりも、まあね、こういう時なので、まあ、ご近所さんとかご友人とか、あと会社の同僚とかね相談してみて、ちょっとね1ロールでいいんでこうお裾分けしてくださいとか、まあ、そういった感じでねお願いしてみるのもいいんじゃないかと思います。我が家でもですね、妻が実家に相談しまして、まあ、そしたらね妻の実家の方からティッシュペーパーとトイレットペーパー、あとポケットティッシュをね送っていただきました。
ご近所さんにねお願いするのは恥ずかしいとかね思うと思うんですけれども、まあ、こういう時にね買い占めする人の方が、まあね、人として恥ずかしいと思いますので、まあね、そういう方に比べたらね、まあ、やっぱりご近所さんとか友達に相談するのって全然ね、まあ、こういう時だからこそ、ね、皆さん協力し合うのが、ね、助け合ってこう乗り切っていくのがいいのかなと思っています。まあ、またねこういう、まあ、ちょうどいい機会なのでね、昔はティッシュとかね、そういったものなくても生活していた時代があったので、まあね、ちょっと汚れたらね、ティッシュを使うんじゃなくて、まあ、布巾とかタオルとかを使って、汚れたらまた洗って、まあ、再利用するというね、そういう循環型経済っていうことも言われてますので、まあ、そういうね、生活スタイルに見直すっていうのにも、まあ、いい機会じゃないのかななんて思っています。ということで、ね、今日は昔ながらの方法ですね。まあ、新聞紙とか、まあ、紙を使ってね、普通にある紙を使って、まあ、トイレの紙の代わりに代用するという方法についてお伝えしました。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。マルチインカムになるための情報をお伝えしていますので、こちらのアイコンをクリックしてください。